皆さん、キララファンタジア始まりますよ。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。キララファンタジア始めていきましょう。あ、おはようございます。ぼーっとしちゃいました。私が守る。進捗どうですか？無臭だ。よそ見は禁物ですよ。懐かしいな、コミックガールズ。あれ、春樹だったから、もう4年前か。ポルカは幼馴染。コルク。今日は何が起こるのか。持病の尺が。ところで、尺って何？おはよう。それはね、爽やかな朝ね。どうでしょうか。すごいわ。まずまずですね。海子はい、チモシーのこと。そのはい、同意できかねます。あ、嘘。似合う。海子です。アハゴンとは呼ばないでください。同意できかねます。すごいな、森永さん。さあ、リツも見ましょう。残念。トレーニング気持ちいいわね。このくらい楽
勝でしょう。はいよ、ね、ちょっと行ってくる。あのね、実はありがとうございます。すっごく助かりました。ああ、メインクエストしかないのか。行きましょう。奮闘努力、強そうだけど大丈夫かな。強い。力を貸してあげるから。確かに強い。必殺の一撃。ボス戦？中ボス戦だなこれ。見くびらないでね。大丈夫？怪我してない？ブーケ、受け取って。どうだ。そうよな。みんなのおかげ。はい、あとは美代子様にユノ様ですか。早く見つけなければですね。そのさっきから気になってたのだけど、聞いていいかしら。もちろんです、ヒロ様。ランプちゃんはどうやって私たちのことを知ったの？それはもうたくさん見てきましたので。ランプ、それじゃ全く説明になってないよ。まずこの世界の説明をしないと。この世界エトワリアはクリエの力によって成り立っているんだ。ただクリエを得る方法は一つしかなくてね。それが女神の記した聖典を読むことなんだ、その聖典には女神であるソラが観測した数々の世界の出来事が描かれている。もしかしてその観測した世界っていうのが。察しが良くて助かるよ。そう、その世界の一つがノリたちの世界なんだ。ソラ様はすごいのです。こんなに素敵な世界をたくさん見てきているのですから。その聖典ってキララさんも読んでるんですよね。そうだね、ランプほどしっかりってわけじゃなかったけど。普通はそういうものだよ。ランプが読み込みすぎてるだけなんだ。すごく素敵な世界ばかりですから。ああ、私も日だまり荘に住んでみたいです。はあ、ちゃんと今のやりとりも書いておかないとです。それは日記のようなものです。いろんな出来事を残すようにしておきなさいと教えられてますから。日記をつけるのっていい習慣だよね。私も始めようかな、そういえば前にユノが夏休みの自分課題で絵日記をつけてたことがあったっけ。ああ、ありましたね。あの夏はいろいろ。どうしたの、のりちゃん。いや、さすがにナズナでもクロモンと話すのは無理だよね。のりちゃん、何を言ってるの。ポメちゃん相手にはほら犬語で話せてたからさ。あれって通じてたのかしら。
それでランプはどんなことを書いてるの？今はサエ様たちとこうして旅をしていることを書いています。些細なことも全部。サエ様たちと出会った時のこともヒロ様たちを助けた時のことも何もかも。それってもしかしてさっき私のお腹が鳴っちゃったことも？そうだね。もちろんです。それは決して。私もそれは消してあげた方がいいかなって思うけど、でもかけがえのない出来事ですから。かけがえない出来事。どうしようさえ。ああ、まああの顔を見ちゃうと強くは言えないよね。輝いてますね。二重説、これは複雑ですね。赤です。ちょっとあのパーティー見てみましょう。カラスか。水着のコーデ行きましょう。しまっていこう。大丈夫、やればできるよ。耐久ミス。いた。まずは選手権取ろう。今の私は止まらない暴走列車だよ。声出していこう。もっと気合い入れて。ミス。声出していこう。タンクになる。タンクで。タンクとして。私たちも意地を見せるんだ。元気出していこうよ。やったー。私たちついてるね。21節。まだ動いちゃいけないの？まだ書き終わらないの？ごめんね、もうちょっとだから。色鉛筆があってよかった。絵を描いてると少し気持ちが落ち着く。もう大丈夫だよ。疲れた。それでユノお姉ちゃんどんな絵描いたの？見せて見せて。まだ途中なんだけど、こんな感じかな。わあ、シュガーだ。ほわー。ほわーがいいな。あ、似てないかな。ごめんね、うまくなくって。全然下手っぴじゃないよ。すっごいよ。シュガーもたまに描くことあるけど、こんなに上手に描けないもん。そうかな。その、ありがとう。出てきた。私なんてまだまだなんだけど、そう言ってもらえるのは嬉しいな。絵描き？うん、いっぱいいるんだよ。ようやく自分は自分だって、少しは自信持っていいのかなって思えるようになってきたけど、ミヤちゃんが羨ましいなって思うこともあるし、ミヤちゃんは逆だよって言ってくれるけどね。ミヤちゃんってお友達？うん。やっぱりみんなに会いたいな。ユノお姉ちゃん、ここから出ることはダメなんだよね？うん。ああ、
それはアルシーブ様に怒られちゃうから。でもでも大丈夫、すぐに会えるよ、シュガーが見つけてきちゃうんだから。22節緑かな。いやでも緑もリスクあるんだよな、これ。緑と見せかけてこれはオレンジ、土属性です。で、この4人しかないのか。一応4人しかないが、必ず落とす。全然人がいないですね。みんな家に戻っちゃったのかな。ダメだ、ご飯屋さんも閉まっちゃってるよ。おかしいですね、まだそんな時間じゃないはずなんですけど。ランプも落ち着いてご飯食べられてたわけじゃないからね。うん、ちゃんとしたご飯を食べられるといいのだけど。そうだ、酒場とかどうですか。ゲームだと情報集めの定番ですし、きっとご飯もありますよ。ちょっと危ないんじゃない。酔った人に絡まれたりすると大変だって聞いたことがあるし、それに私たち未成年なんだから酒場なんてダメでしょ。サエさん、異世界にそんな真面目なルール持ち込まなくても。あ、酒場か。酒場、この村だとあっち側にあるって話だよね。キララはパスを感じられてる？本当にぼんやりとしか。あと2つあるのは間違いないんだけど。せっかくならこの世界のお店も見ておきたいし、行ってみてもいいんじゃないかしら。え、ヒロも？早くご飯食べたいからって。そんな。違うわよ。ナズナはどう思う？ってどうしたの？あ、そのあっちの方に向かって何か落ちてるなって。本当だ、これってパンくず？奥まで続いてるみたいだね。偶然こぼしたにしては量が多いし、何か意図があるのかも。とりあえず追ってみて、何にも繋がらなかったら酒場に行ってみるのはどうですか？そうだね、今はそれでやってみようか。だってさ、責任重大だね、ナズナ。なんで私なの？気づいたのはナズナだったからね。なんちゃって、きっと大発見だよ。大丈夫大丈夫。だといいんだけど。なんだか緊張する。そんなに気にしなくていいんじゃないかな。そうね、今唯一の手がかりなんだもの。行ってみましょう。あれ、
酒場ですよね。そうだけど、なんだか僕、既視感があるんだ。既視感。奇遇だね。私も少し前に似た光景を見たよ。やっぱりクロモンです。なんでこんなにいるんですか。なんだかドキドキするね。まだまだ行くよ。信じてるから私の力持っていって。それ。大丈夫ですか。私だって怒るんだから。私にできることを。倒しちゃった。交代です。気は抜かない。攻撃は最大の防御。ちょっと本気出しちゃうからね。私だってみんなを守りたいもん。平気。健康一滴。眠らせる。こう来るとは思わなかったろう。使う。転ばないようにしなきゃ。勝ったのかな。すごい攻撃魔法だった。ノノだよな。ナイス。次は同じ緑ですね。先生、何か収穫があるといいな。よし、頑張るな。力を貸してあげるから。それ、どうだ。出た。見くびらないでね。締め切り前でも焦らない。健康一滴。まだまだ。みんな頑張れ。平気。これは強くなりました。こんなの一緒だよ。ちゃんと受けてね。決める。蹴りをつける。失敗は重大。ひとえに風の前に塵に同じ。勝って兜の尾を締めよう。
な。見つけてきちゃうってシュガーちゃんは言ってたよね。もしかしてミヤちゃんたちもここに来てるのかな。聞いてみたら答えてくれるかな。あんまり悪い子には思えないんだけど。あれって私を連れてきたクロモンってやつだよね。クロモン、クリエメイト、もう一人捕まえられたんだよね。誰を捕まえたの？ミヤコ、ユノお姉ちゃんが言ってた子だ。ご飯に釣られて一人でやってきたの？え、今度はご飯から離れてくれないの？もう無理やりでいいから連れてきてよ。ランプたちが邪魔してきたの？クリエメイトを連れて？ふーん、そうなんだ。ランプたちこんなところにいたんだ。でもなんでだろう。邪魔もしてきたんだよね。考えるの苦手なのに。とりあえず準備しないと。ユノお姉ちゃん、そこでおとなしくしててね。おとなしく、この檻って今は鍵がかかってないよね。さっき見張りのクロモンたちもシュガーちゃんと一緒に行っちゃったし。シュガーちゃんには悪いけど、やっぱり気になるもんね。25節。なんだこれ。あ、これ全部だ。強いのと弱いのとかいるな。まあ最強メンバーを作りましょう。こういう時は。お任せやりすぎじゃね。これで73か。やってみるだけやってみるかな。なんか死んで帰ってきそうだが。よくない、なかなかいいコーナー。カオ先生、ここまで近づけば分かりません。もうすぐクリエメイトが。ボス戦だからな、近いからな。これも美味しい。あれ、サエさんたちも来てたの？ミヤコ様です。思いっきりご飯食べてますね。想像してた再会の形とは少し違うな。都らしいけどね。でもミヤちゃんが無事でよかったわね。いやー、おいや、食べ終わってからで大丈夫ですよ。はあ、そんなことになってたんだね。ミヤコさんは今までどうしてたんですか？いやー、なんか最初いきなり知らないうちの近くにいて、ユノッチもいないし、
ここどこなんだろうって。宮子一人だけだったの？そうだよ。そしたら黒いのに囲まれちゃって、ご飯食べてたら今こんな感じ。クロモンに囲まれた状態でご飯食べてたんですか？言われてみるとちょっと食べにくかったかも。でも美味しかったな。ずっとご飯食べてたんですか？ああ、なんか見たことない料理多かったから。でも異世界ならそうだよね。納得。最初に外で食べさせてもらったサンドイッチもパンがサクサクしてて美味しかったし、ここで出してもらったお稲荷さんみたいなのも甘さのバランスが絶妙で、今食べてる香草焼きも皮の香ばしさと身のジューシーさがいい味ですな。もしかして外にあったパンくずって、あ、サンドイッチのパンにちょこちょこカビっぽいのがついてたから取りながら食べてたんだけど、異世界パンはあれで正解だったのかも。あー、もったいないことしちゃった。手がかり用に落としてたわけじゃなかったんだね。とにかく宮子が無事でよかったよ。今宮子が食べてるのってここのお店でもらったの？そうだよ、黒い子たちがお代は払ってくれて。なるほどね。じゃあ私たちもここで食べていこうか。ああ、それは無理かも。え？食材は全部使い切ったってこれ出してくれた時に言ってたから。あ、もうダメだわ。ヒロ、しっかりして。気を確かに。そうね、今日が身体測定の日だと思うことにするわ。それでごまかせるんですか？ナズナは大丈夫？まだ我慢できるかな。お腹鳴っちゃったら恥ずかしいけど。あとはユノか。もう連れて行かれちゃってる可能性もあるけどね。キララ、パスは感じる？ぼんやりとなら。ただしばらく動いてないように思えるかな。大丈夫なんでしょうか？ユノッチならきっと大丈夫だと思うけど、急いで行かなきゃ。よっしゃ、こーい。私の生徒に近づかない。覚悟できてるんでしょうね。こいつで決まった。私が力になれば。自分で何とかするから。
り上がってきたな。やば。大丈夫、できます。私の力持っていって。出し惜しみしてる余裕はない。声出していこう。惜しみするんだけどな。これしかない。ここから、私らのターン。ノイ、違うっての。ああ、もう。終わったか。みんなお疲れ。26節。緑。青は。奮闘努力。これをこうしてこうだ。準備。ソルトがいなくても。え、もう来る？しかも捕らえたはずのミヤコもランプたちと一緒に。みんな武器よーって。オバマ本当に来てる。ヨノアチいる？お、誰？この子、ずいぶん可愛い耳がついてるわね。あ、キツネさん？皆様、気をつけてください。彼女はアルシーブ直属の部下、七賢者の一人です。真剣だな。この子が？ははーん、その通り。しかも、ユノお姉ちゃんはシュガーがもう捕まえちゃったよ。なんと。ユノッチ元気にしてる？うん、元気だよ。なんてことを。ユノ様を解放しなさい。今すぐにです。やだよ。どうしてシュガーがそんなことしなきゃいけないの？それに、なんでランプはアルシーブ様の邪魔をするの？間違っていると思うからです。オーダーなんて言語道断です。何言ってるの？アルシーブ様が間違ってるはずなんてない。でもランプってば、他のクリエメイトも連れてきてくれるなんて偉いね。ミヤコお姉ちゃんもすぐユノお姉ちゃんに会わせてあげるね。あ、サエお姉ちゃんもヒロお姉ちゃんもノリお姉ちゃんもナズナお姉ちゃんもね。ここでみんな集めてあげるんだから。怖っ。デスゲーム。みんなを集めてどうするつもりなの？それはもちろんクリエを奪うんだよ。なんと。クリエって奪えるものなんですか？私は知りませんけど、アルシーブならその方法を知っているのかもしれませんけど、一体何のために？そのためにもここを抜けなきゃいけない。キララ、頼んだよ。うん、頑張るから。お手並み拝見。
緒に頑張ろう。一気稼いに行く。私が壁になって見守るね。攻撃は最大の防御。元気出していこうよ。シュガーも七賢者なんだから。出た、シュガー登場。でも多分これで終わりじゃなかったよ。焦らない。これで決める。決めないか。蹴りをつける。風の前に塵に同じ。花、もう力が出せないよ。次も勝つ。あれば楽あり。共に頑張ろう。お、結構大ダネを手に入れられた。パワーアップできんじゃないかな。ポル。パワーアップに使いましょう。まず限界突破はアハゴンのみ。アハゴンじゃない、ユウコだ。わあ、これめっちゃすごいやん。進化まだ素材が足りないな。トレード。おはよう。要件はどれにする？余ってたら使うんだけどな。交渉成立。とりあえず限界突破用なんだけど、とにかく足りない。なんとかのつぼいぐらいまでやもんな。交渉成立。とりあえずゼロものを
なんとかする。交渉成立。交渉成立。ぐらい。まだ進化ができないよな。星結晶がいる星子は。あ、果実あるけどな。多分金が足りない。まあでもここで果実得られたのはでかい。ポルカは幼なじみ、クレアは。もしやるんだったらもう同じクエストでも予備クエストで素材集めるしかないな。まあコイン集めるのが一番いいんだけどね。これ集めて終わりにしますか。一緒に行こう。大丈夫、やればできるよ。でかいカメ。それ。今日は大盤振る舞い。みんな頑張れ。一緒に頑張ろう。私が壁になって見守るね。喧嘩を一石。私に任せて。それ。最大戦力で一気に決める。蹴りをつける。一人風の前に塵に同じ。勝って兜の尾を締めよう。今度はい。うん。なんで。ふむふむ。どうも。ありがとうございます。どうした？幸せです。もちろんです。はい。よ素晴らしいです。もうまったく。
はい、ということで、ここまでで。あのね、実はお願いがあるんだけど。あなたとても優しい、うん、私嬉しい、みんなハッピー。さて、作りたい、次の仕入れ先は。喜んでる。はい、ということで、ここまでしたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄にプレイリスト、ブログ、ツイッターございます。おはようございます。今日も頑張りましょう。よろしければアクセスしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。